労働規制は、生物における、規制のあり方の一つを指す言葉である。宿主の体から直接栄養を得るのではなく、宿主が餌として確保したものを餌として得るなど、宿主の労働を搾取する、形の行動を取ることを指す。盗み規制とも言う。規制は、一般には例えば海中や白目のように、特定の宿主の体内、あるいは体表にあってその体から栄養を得る。 生活を指す。これに対して、労働規制というのは、宿主の体そのものでなく、宿主が必要な資源として獲得したものを奪うこと、あるいは、それを行って生活することである。例えばある動物が獲物を得て、それを食べる場合、まず獲物を捕獲する段階があり、それに次いで接触が行われる。この二つの段階の間に割って入り、ある動物が捕獲したものを、 他の動物が取り上げて我がものとするものがあれば、このように呼ぶことができる。このような行動は、人間社会における盗みにあたるから、盗み規制と呼ばれる。英語のクレプティパラサイトザムはギリシャ語の、盗むを意味する語、カッパラムダパイタウイプシロンヨタニューと規制性を合成した語である。なお、獲物の捕獲には、失敗を伴うのが普通であり、 盗まれて食えなかったのは失敗したのと同じと見ることもでき、そう見ると、盗み規制は宿主に何らの負担もかけてはいないようにも見える。しかし、捕獲に至る行動にもそれなりのリスクとコストはある。はずで、従って、捕獲に至った獲物を奪われたのは、それに用したコストをも取られたと見ることもできる。この場合、宿主の被害は獲物そのものだけでなく、それに用したコスト、 つまり捕獲のための労働を盗まれたと見ることができる。労働規制の語はこれによる。なお、このような例が規制に当たるのかどうかは一見疑問で、あるが、昆虫などでは規制とみなさざるを得ない例もあり、逆に規制と言い難い例もあり、そのあたりには議論がある。また、類似あるいは共通する概念に、社会規制があるが、この項では区別しておく。 カツオドリを攻撃中の大軍艦ドリある動物が自分の食料として確保したものを奪う例である。完全に奪い取る例もあれば、横から同時に接触を行う、かすめ取りをする例もある典型的な例は、軍艦ドリとカツオドリに見られる。軍艦ドリは、カツオドリが餌を取って海から飛び上がってくると、それに空中で攻撃を仕掛け、カツオドリが餌を吐き出すとすかさずそれを空中で取り、 食べてしまう。軍艦鳥は自力で餌を取ることもできるが、このような盗み行動を常習的に行っている。類似の例は、それほど頻繁ではなくとも、多くの肉食動物の間でも見られる。これは、大型脊椎動物の間だけでなく、無脊椎動物でも見られる。例えば、ハエトリグモかのチャスジハエトリやアダンソンハエトリは、人家に普通なもので、いずれも昆虫を よく捕食するが、互いに相手から獲物を盗む行動が知られ、多くの場合前者が後者から獲物を奪う。したがって、茶筋がアダンソンを宿主とする労働規制者となっている。また長官隊に生息する、悪気害かの巻きであるシマレガイダマシは、 岩礁に固着する、意外類などの貝殻に穴を開けて捕食するが、同所的に生息するウネレイシガイダマシやヒメヨーラクは、同様な捕食法の他に、シマレイシガイダマシに対する労働規制を行う。前種は、宿主が穴を開けたものを乗っ取ることで、後種は捕食されている貝に集まり、横から吸収しようとする、カスメ取りを行うことで、いずれも労働規制をする。 この二種の興奮は宿主に比べて太く、これは貝殻に素早く、穴を開けるには不利であるが内容を素早く吸い込むには有利に働くとされ、労働規制に向くものとなっている。親が子に餌を与えて育てる動物において、子供に与えられる餌を盗むことで、その極端な例が拓乱である。拓乱はそれ自体が独自の行動として取り上げられやすいが、 これを労働規制とみなすこともできる。詳細は拓卵を参照。格好家の鳥が有名で、例えばホトトギスは、ウグイスの巣に、親がいない時を狙って産卵する。生まれたホトトギスのヒナは、他の卵やヒナを巣の外に押し出して、巣を独占し、ウグイスの両親の運んでくる餌を食べて成長する。類似の例は魚類にも見られ、 例えば、ナマズの一種であるシノドンティスムルティプンクタゥスの稚魚は、マウスブルーダーのシクリットの口の中で養育される。親が繁殖行動の一環として、このための栄養を蓄えるものの場合、その栄養を狙う動物が出現する例がある。特に注目されるのが、昆虫の8目のもので、二つの群がある。一つは、花鉢類で花粉と蜜を、もう一つは、狩鉢類でクモや、 芋虫などを麻酔して、いずれも巣穴に貯蔵する。これらの中で、社会性でない種では、巣穴に餌を貯蔵すると卵を産み付け、巣穴に蓋をする。これを横取りするのが、労働規制者である。この類では禁煙種が、労働規制をする例が顕著である。禁煙種の霊花鉢類は、過密と花粉を食料とし、巣穴を作って、これらを貯蔵し、幼虫の食料とする。 これを狙うものにやはり禁煙の花鉢類がある。労働規制性の種は花鉢類の様々な分類群に参見され、それぞれ独立に進化したらしい。形態的には花粉運搬のための構造を失っているので判別できるが同時にそれらは往々にして甲冑のような表皮と奇抜な色彩を持つ。その数は指数にして花鉢全体の1割にも達する。 例えば、大葉切り鉢は、典型的な単独製の花鉢で、夏に花粉と蜜で団子を作り、竹筒などを仕切って、巣穴として、ここに貯蔵する。この種に寄生する、花鉢類として、尖り花鉢と原赤葉切り鉢や鳥の2種の花鉢が、労働寄生する。この2種の寄生の方法は、はっきりと異なる。尖り花鉢は、大葉切り鉢の映像を監視し、宿主が、 不在の間に何度か、巣内を確かめて、十分な餌が貯蔵されるのを待ち、巣の奥、餌と壁の隙間に卵を産みつける。次に、餌の補給が行われると、この卵は、渦漏れて見えなくなる。宿主は巣を完成させて産卵して、巣を閉じる。寄生者の妖精は孵化すると餌を食べ、途中で、宿主妖精を食い殺すらしい。原赤ハキリバチアドリは、 大はきり鉢が空洞を仕切って、複数の巣を完成した直前、または直後に侵入し、巣穴を掘り返し、その材料を使い、内部を作り直して改めて自らの巣を作る。複数の部屋を作り、それぞれに散乱する。その際に、宿主の大はきり鉢と衝突した場合、これを攻撃して追い出し、時には刺殺する。非禁煙者の例ただし、労働規制者となるのは、 禁煙な昆虫のみに限られるわけではない。例えば、花鉢の労働規制者には同じ。花鉢類の他に、土半妙、生え目のものなどがある。生え類は巣に卵を産み付けることでこれを行う。土半妙は、幼虫が鼻に集まり、そこにやってきた蜂の体に乗り移り、蜂が巣穴に散乱する際のその卵に乗り移る。巣穴が封じられると、幼虫は卵を食い、 その後に花粉と蜜を食べて成長する。また、筒花鉢バチ類の巣では、除蔵花粉界に、筒花粉ナコダニカなどのコナダニ類が発生し、これがやはり蜂の卵や弱霊幼虫を殺していることが知られる。カリバチの場合も、近縁のカリバチ系以外に、やはり寄生性肺類が、労働寄生者として存在する。蜂以外の霊他にも、以下のような例がある。 アリやシロアリなど大きな社会的集団を作り、規模の大きな巣を作る動物の場合、その巣に住み込んで生活する多種動物が現れる例がある。そのあり方は様々で強制の場合も、規制の場合もあるが、その一部は宿主の餌などを盗んで生活する。その代表的なものの一つであるアリズカコオロギ類は強制とされることも多いが、アリ同士の餌の受け渡しを、 横から奪ったり、食べ残しを拾ったりしており、これを労働規制者とすることもある。類似の例として、やはり社会性で大きな巣を作る岩金雲かの雲に、寄食する葉雲かの雲が知られる。より広く捉えれば、規制者が奪うものが餌でない場合、それ以外の有限な資源を奪う場合もこれに含めることができる。例えば巣材として集めたものを奪う。 巣穴として作り上げたものを奪う、その他宿主のエネルギー消費のもとに作り上げたものを奪う行為はこの範疇に捉えることができる。これらの行動は、鳥類などでは広く知られるところである。特殊な例として、クモでは、イソウロウグモに宿主の作る網の糸を食う例が知られる。実際に食料として有効であるらしく、種にもよるがその量は小昆虫の餌と比する程度の量に達し、 糸だけを餌として与えて、妖精を生態にまで育てられた例も知られる。また、アブラムシが作った虫コブの組織を染色するガの幼虫についてこの語が用いられた例もある。ただしこの例では、アブラムシが作ったというよりは、アブラムシの働きかけで植物が作ったものであり、このガが何を対象に寄生していると言い得るかは、難しい。労働規制を規制と見るか、というのは、 難しい問題である。餌を奪う例では、栄養段階で見ると、一般的な規制では寄生者は、宿主より上になるが、労働規制の場合、同じ餌を取るのだから、同じ段階にあると見なければならない。単純に肉食性動物の獲物を奪う例では、盗み寄生者自身も、肉食動物と見られることが多い。その場合、宿主と寄生者の関係は競争であり、 盗み規制はその中の一局面に過ぎないと見ることも、できる。だがまず宿主の存在が前提となるため、相互作用の観点からは単純な競争とは異なる。他方で、イソーローグモ類はより大型の増毛性のクモの網に、入り込んで獲物を狙うが、往々にして、網の主が拾わないような小型の昆虫を食べている。この場合、確かに宿主の網にかかった獲物ではあるが、 宿主が食べない可能性も大きく、盗み、あるいは規制に当たるかどうかが疑わしく、語り強制と言ってもいい。そのため、クレプテパラサイトザムを使わず、規制性に無関係なクレプテビシスの語が用いられるべきとの声もある。ただしイソーローグモ類ではこのあたりがさらに複雑で、槍雲のように獲物盗みのために網に侵入する、もの網の主自身を狙うクモクイン。 網そのものを食べる網食いなどの方向性があり、しかもそれらの中間的な戦略を持つ者も,も多い。これに対して規制とみなしやすいのは蜂などの昆虫に関する事例である。狩り蜂や花蜂に対する労働規制者の振る舞いは昆虫によく見られる捕食規制の方とほぼ同じである。土繁栄家ではバッタの乱壊などを宿主とする捕食規制とされる方と、 蜂を狙う労働規制の方が共存している。蝶類に関して、労働規制の出現しやすい生態学的、行動学的な条件として、ブロックマンとバーナードは以下の7点を挙げている。宿主が集中して存在すること利用できる食物の量が豊富であること食料となる、個別物件が大きい。 あるいは高品質であること宿主の行動によって、食料の手に入る時と場所が予測できること宿主が、獲物を処理するのにある、程度時間がかかり、その間に寄生者が獲物を奪えること宿主に、逃げられたり報復を受ける、可能性が低いこと労働寄生者が、宿主の間を素早く動けること1から4は、要するに狙って獲物を入手できること、それで得られたものに十分価値があることを意味する。 5から7は獲得しやすさに関わる。つまり、労働規制のための行動は直接に獲物を求めるものではないから、確実にある程度以上の価値のある資源を奪えるのでなければ、引き合わない。昆虫に見られる貯蔵餌の乗っ取りの例でもこれらの条件はよく当てはまる。また、労働規制の特徴として、規制者と宿主に類縁関係の近いものが出現しやすいことがたびたび、 挙げられる。これは例えば狩り鉢に労働を規制する狩り鉢系の鉢、あるいは花鉢を宿主とする花鉢系の鉢、といった例で顕著である。例えば花鉢上化の場合、大半の労働規制者は同じ属、赤、トカの種を対象にする。このような進化のあり方については様々な論議がある。盗みや労働規制が 向上的に行われるかどうかで4つの段階を区別できる。条件的盗み、字として、盗みを行うもの専業的盗み、常に盗みを行うもの条件的労働規制、字に労働規制を行うもの専業的労働規制、常に労働規制を行うものこの最後の2つは、生活様式としてはほぼ変わらず、後者では、花粉収集の構造が完全に失われている点で、異なる。 労働規制には以下のタイプが区別できる。乗っ取り型、産卵後の巣と餌を奪う。空き酢狙い型、炎装中、5に侵入して産卵、卵を隠す行動が加わる託児型、この養育を託す1と2の違いとして、2では1にない、卵を隠す行動があることが挙げられる。ここから2の方が発展的な型と考えられる。 最後の方が口述の社会規制に見られるものである。実際の修正では、宿主の殺戮が生じる例があるが、これは必要に応じて生じるものと考える。条件的な労働規制は、資源の不足や過密などから偶発的に起きることが、いくつかの実例で知られている。これがその方向の進化に働いた可能性がある。そういった場合、巣や餌に関する修正が似ている方が、 略奪や規制が成立しやすく、それが禁煙種に労働規制が生じやすい理由とも考えられる。このような規制の類型は古くは混乱して扱われた。盗み規制と労働規制は同義であるが、拓乱は別扱いになることも多い。さらにややこしいのは社会規制という語である。社会規制ソーシャルパラサイトザムは、典型的には社会性昆虫の 例えば侍槍のように多種の働き槍を自分たちのために働かせるものを指し、それが上記の例と同じ鉢に関わるものであるだけに、労働規制と合わせて、あるいは混同して使われてきた。ただし、単なる盗みはこの範疇には含まれない。しかしながら、宿主の労働力を搾取するという観点ではこれらは確かに共通である。これらを同じものとする扱いもあり、 今西は1948年に著書で社会規制あるいは労働規制と呼ばれる現象として現在の社会規制の例のみを挙げている。近年でも大河原、上田は社会規制として口述のありの例と拓乱の例を合わせている。しかし現在ではむしろ多種の社会性に基づく行動を利用し、それによって利益を得るといった意味でやや異なったニュアンスで使われることも多い。 アリ類では、上記の奴隷狩りの例のほか、女王アリが群れ作りの初期に、他の種のアリの巣に侵入し、女王を殺して入れ替わるという一時的社会性を含め、多くの事例がある。また、蜂にも類例がある。白アリのターマイトボールも、社会規制とされる。宮下編、P188 バヤにトライブジー、ハット石田宮下編。 p188 杉浦田辺ンチョ p71 杉浦田辺ンチョ p71 杉浦田辺ンチョ p72 から74杉浦田辺ンチョ p84 杉浦田辺ンチョ p75 から78靴ほか大竹ほか安田沢田 p65 から66ウェターヒューゲルグリスウォルドミカルグリスウォルドシーナ東宮下編 p196 から197 伊藤、他宮下編。P188 宮下編。P189 宮下編。P197 から198グリスウォルドミカルグリスウォルド。P8 以下を含め、杉浦田編ちょ P92 から94根性 P125。ありがとうございます。